僕ちゃんと、僕こういうの聞くのめちゃくちゃ好きなんですけど、うん、そう、いや、それで言うと、その森谷さんと結構その、うん、なんて言うんでしょう、関係をこう強固に築いていて、うん、今の話とかもすごい吸収していってると思うんですけど、なんかこう森谷さんのこういった動きとか、プロモーション、マーケティングをこう、なんでしょう、感じ、身にしみてこう感じて、うん、なんかこう自分の刺激になっていることがありますか？いや、もう常に刺激で、それこそ森谷さんってもうほぼ休んでないんですよねその常に携帯を触ってるか誰かと話してるかなんですよ。これマジで二択で、うわって思うじゃないですか俺らみたいってこの話にしちゃいけないかもしれないですけど、俺みたいにバーってやってる時間がなくて、いやいや、ジャンプ読んでる時とポケモン GO やってる時だけは、ポケモン GO やってる、すごいやってるポケモン GO は中毒になっちゃった。本当にそういうことがあって、でもずっと SNS やってるし、うわって思って、その自分も同じ、立場なんですけど、その点なのに森谷さんの方が動き続けてるから、それは差が生まれるよねっていう、まあ、簡単、もうマジで簡単な話で言っても、もうこうすればいいじゃんって全然アドバイスしてくれたりするし、あ、じゃあそうしようって、どんどんこう日々改善してるし、会うたび絶対1個か2個刺激になることがあって、それは毎回ね、本当キンキンの話っていうか、昨日今日の話とかもあ、そうだなと思って、どんどんこう SNS も改良してったりはしてってる感じですね。いや、そう、ね、本当にただね、三日坊主とかにならないように気をつけて。そうなんですよ、本当ね、ちょっとそういう人も多いんですよ、演技使いは。そうなんですよ、なんかやっぱ一個のこと続けないと知られないんですよ。でうちのイメージ知られてるように見えるかもしれないですけど、8年やってますからね。8年これだけのことを毎日発信し続けてるんで、いや、すごいな。いや、なんかそれだとしたら、自分マジでこれ自分を謙虚に言ってるわけじゃなくて、まだ全然言ってなさすぎだと思ってて、だってフォロワー1万とか2万とか3万の企業アカウント普通にいるじゃないですか。エナジーのアカウント4200なんですよ、これは。まあ、ただあんまり広告的なことをやらず、ちゃんと芯からのファンを増やしてったからっていうのでもあるんですけど、ぶっちゃけまだまだ過ぎますよね、8年同じことやっててフォロワー4200って。マジでカスだと思ってます、結構。いや、本当に常に思ったんです、イライラします、ね、こんなことやってて。で、知った人結構こうやってファンになってくれるんです、秋山さんとかゴーもそうだし、お客さんとかで営業先とかにこの話するとみんな、すごい、そんなのやってるの、でも8年前からやってるんですよ、うん、のにこうやって話して、今知って、じゃあエナジー入れるよってなる人がまだまだいっぱいいる、うん、でやっぱ SNS って万能じゃないんで、やってる人がじゃあどんだけいるかで、エナジーに頼りついてフォローするかって言ってフォローした人4200。だって神奈川、富士山人口45万、誰も人口18万です。63万いるのにフォローした人4000。マジでまだまだ過ぎるんですよ、まだインディーズなんですよ、ね、うん、本当はね、フォロワー3万とか4万いってても絶対いいはずなんですよ。ちょっと努力足りないんですよ。なるほど、うん、なんかその謙虚さというか、危機感というか、危機ですよ、はい、それがなんていうでしょう、森谷さんこう奮い立たせてるなんか感じがする、ね、いや、なんかこれね、売り上げがめっちゃ立ってたら、まあいいやで止まりますよ、マジでギリギリなんですよね、ずっと、本当にだからなんですよいや、昨日も卓球 の, 企業対抗戦に出場させて、そのタイミングで湘南ユナイテッド BC さんが出場されてて、結構ご縁がある中で、バトルしましょうみたいな、いろいろ卓球で B リーグのチームとバトルしました卓球で B リーグのチームと、だからまあお互い素人なんで、素人同士バトルして、その時いろいろこうエナジーを1ケースとか、なんかいろいろ新しいユナイテッドさんがね、勝ったら1ケースくださいって、いや、それ選手1人にですよ、はい、1人に1ケース、はい、まあ、3人いるんで3ケース、3ケースの、ね、卓球対決に来たのは3人ですみんなね、結構話す仲だったんですけど、その選手だからお互いにね、そういうもともと話す選手が3人だったんで、自分も B リーグの弾き語りとかで、バスケの会場で歌ったことあったするんですけど、その中で村さん全然卓球して昨日全然うまくいかなかったんですけど、急にうまくなってこっちが勝ったら、じゃあ無料でうちのブースイベントの時手伝ってくれる、それは人が入るじゃないですかブースに、だって人件費ゼロですから、最高じゃないですか、確かに。なのに、だからなのか分かんないけど、急に卓球上手くなった全然ないすごい上手くなった
えって思って超負けず嫌いです自分は。秋山さんちなみにスポーツ何かやってました、やったことあります。僕はだいぶ前ですけど中学に陸上部の長距離やってて。あ、長距離なんですね。はい、なんか市駅伝とか出てました。俺中高野球部なんですよ。でやっぱり高校なんかも結構ゴリゴリのところでやってて、神奈川県4回戦行ってるんですけど、まあ、本当に特にうちの高校野球監督は私立出身で高校は公立だったんですけど、まあマジで戦争っていうか相手を言っちゃいけない言葉ですけど、すっ気持ちでやってぐらい高校野球、いやでもね高校野球もバリバリのとこそんな感じなんです。そうです、ね、マジで五輪だったし、まあマジでやじった相手をねメンタルも削りに行ったし、本当にね勝ちたすぎて、だって勝ちたすぎて部員全員仲悪かったです。あ、プロ意識あったんだっていうだけで、マジで勝つこと以外みんな興味なくて、だから試合になると一致団結、勝つ目標は一緒だ一緒に飯も食わないし一緒に帰りもしないんですけど自分は。あれマジ居心地よかったっすね本当にその時の、ね、一瞬ちょっと蘇った感じですね。卓球の時、まあ、卓球もそうですけど、それは基本的にずっと思ってて、卓球以外その、ね、スポーツ以外でもやっぱり負けるとムカつくんですよね。あ、元の体育会系だったんでっていう感じですね。ただ今ヘラヘラしてうまく営業できてるのはそうした方が勝つ確率高いからそうしてるだけです。本来は結構こう武闘派な感じですね。ごめんなさい、中学卓球部部長ってツイッターに書いた。あ、そう、中学卓球部部長でした。あ、全然僕は全然その体育会、体育会は体育会じゃないですか。でも体育会っていうか、遊戯、あ、なんですか、卓球場の卓球台の遊戯をやってました。ちょっとそういうね、ちょっとでかいから俺のターンだろってなんかほら、フィールドっぽいじゃないですか。確かに、まあまあまあ、あんな気持ちよくこう、ねターンエンドとかできる、守備表示とかできる台なんてそうそうないんですよ確かに。で、普通の学校の机でもみんながでかいステージ、なんかやっぱりこう、かっこいいなって気持ちでやってましたね、卓球は。本当に二の次でだからね、本当今ね、少年漫画めっちゃ好きなんですよ。ああ、だからさっき言ったジャンプの話したんですけど、今のジャンプは毎週楽しみすぎて、やっぱ何か選択迷ったらルフィだったらどっちやるかなみたいな感じで思って動いてますね。これちゃんとマーケティングのコンサルやるときも言ってるんですよ。少年漫画読みます、そういう動きをすると好感度を持つ感じの SNS の使い方できますよって言います。最近ルフィは手を抜くことを覚えたの知ってますか？毎週読んでるけど、強者になってきたもんね。だんだんと相手を見切れるっていうまあ、まあ、ところになってて、強い姿にならずに倒すっていうちょっと効率よくなって効率よくなってってるのよ、ルフィも。だから俺面白いなって思ってワンピースワンピースで、まあ、そういうね、ムーブをね、してるだけなんですよ、マジで。そう、ちょっとまた話変わっちゃうんですけど、うん、そのゴエンドさんが、この湘南ゴールドエナジーのアンバサダーをやられているということですね。もともと非公式としてそうですね、だったんですよね、はい、なんかその、なんでその非公式アンバサダーになろうって思ったんですか？いや、もうこれに関しては、俺頑張ってるなって思ったんですよで、そのゴーエンズも頑張ってて、で弾き語りもそこそこ頑張っていろいろ考えてる中、その今月末に企画を控えてる勝手になっちゃうザラウドがアンバサダーになったんですね。うわ、同じ人だって、ザラウドのメンバーのフロント3人は同じ人だったんですけど、なんか悔しいって思ったんです。でも頑張っ、同じタイミングで上がってきて、なんか企画とかも内容とかもまあまあそこそこ同じぐらい、俺も頑張ってるのなんだって思って、ちょっと俺にやらせてくれって言って、たまたま伊藤美也さんを萬田さんに紹介してもらってでもそうなんか、そのまあだから音楽を通してじゃまだまだだと思ったんで、まあ、下積みも兼ねたり営業もしましたね。エナジー置いてください。バイト場にエナジーを置いてください。バイト場にエナジー置いてください。で、置いてもらえたんだよ。すごいですよね。ね、なんか、そう、それ聞いて、うん、なんか、アンバサダー以上にアンバサダーしてる気がする。非公式の時ですからね、そうですよ。そうですよ。こっからもう、そこから、いろいろ活動、それこそ、ダキューとか、うん、もう、いろいろ、もう、超えてきた上で、その、去年の4月1日にアンバサダー、就任させてもらったんですけども、お花屋さんと同時に来て、あ、俺
今日からアンバサダーだそうなんですよ、お花をね、まあ、そう、あの自分サプライズが趣味なんですよ、趣味がサプライズなんですよ、上手にサプライズ、で、ずっと非公式アンバサダーをやってて1年半ぐらい、うん、で4月1日に去年2023年4月1日にゴーエンゾーワンマンライブがあって、そのワンマンライブの時にサプライズで祝公式アンバサダー就任っていう花を送ったんです。ああ、フラワーありましたね。そうです、そうです。で、彼が登場、あの到着と同時に花屋も到着するという奇跡で、気合い入れすぎて、なんか朝の10時とかみたいな、ミッドに、で、よしと思って、もう今日早入りしてめっちゃこう体メンテナンスしてきたし、さらに集中力をビットで高めよう、ここが今日のステージだと思って、いろいろやることもあったけどって思って行って、なんかとんでもねえでかい花を持ったあのなんか作業の方がいるから、どうされましたってお話をしたら、あのこの湘南ゴールデンラジー様からのお花をいただきました。ああ嬉しい、さすが森谷さん、ありがとうと思って見たら、あの公式アンバサダー就任ゴーエンドって書いてて、これ僕ですってお花屋さんで、お花屋さんもおめでとうございますってっていう会話をしまして、あ、面白い日になりそうだなっていう、 ありがとうございますっていう気持ちにはものすごくなったんですけど、その日にもう自分もそれ見て気づいて、そう、あのワンマンライブ僕も行かせていただいて、いや、そう、なんか逆に言うと、まあその時ぐらいですかね、僕もあの湘南ゴールデンラジーっていうものがあるって知ったの。なるほど、はい、はい、なんかこうゴーエンドさんとかとその湘南バンドの人たちと、なんか面白いことをやっている、うん、なんかコラボしているらしいみたいな感じで、はい、だんだんとこう気になり始めて、自分もこう湘南ビットで、はい、あの飲むようになって、うん、気が付いたらもう毎回湘南ビット行くたびにこう注文してる感じなんですけど、キャンプさんめっちゃ飲んでますね。さすが、そういう人自分大好きなビットはでも本当にムーブメント作ったすごいいい事例で、うん、まあ、いつもライブ後ろの方で見てるんですよ、ドリンクアウトとかで、あ、めっちゃなんかね、自分を知っていたらエナジー飲むのはまあもちろん嬉しいんですけど、何も自分のこと知らない人がエナジー飲むのが一番嬉しくて、プロダクトとしても価値じゃないですか、うんうんうん、やっぱそれを作り上げたくて作って、付き合いとかじゃなくて本当にこれ好きで飲んでるんですっていうのがビット異常だなって、みんなエナジー飲んでるなここみたいな、ちょっと怖いなみたいなそれでエナジーでエナジーハイボールエナジーソー、え、本当にみたいな、毎回こう立ち上がるなんかちょっとビクビクしたら、全然知らない客とか知らないアーティストがすっげーエナジー飲んで、俺もこんな感じで、え、みたいな、その大丈夫かなこの箱みたいな、狙ったのかなと思ったんですけど、下校が多い、割と下校とか車の、まあ、学生も多いし、学生も多いし、ね、車運転、地方のバンドとかも、でもみんなと乾杯したいってなった時にソフトリーでしょっと、うん、ってなる時にやっぱもうめちゃくちゃもうザ・ザ・ベスト、湘南隊って湘南ビットっていう箱がやっぱ湘南隊っていうのもなんかどっか来た人がビットのエナジーかなみたいに、もしない勘違いしてるかも、 あんだけ出てるしビットで、うん、あんだけポスター貼ってあるしビットに、ちょっと異常なんですよ、もう本当にみんな異常なほど飲むし、でも友達とかももう常に持ってるやつとかいます。だから入ると同時なので、なんかそのドリンクチケットをなんていうか上げずにそのままエナジーが出てくるやつがいます。あのもうお前がエナジーしたら顔パスみたいな。マジで、でも全部の入ってるところがビットぐらい売れるようになったら結構超反対です。ビットおかしいんで、あの去年の11月のやったエナジーフェスでカクテルバトルってやったんですけど、1日で450杯エナジー飲める、450、その前の年の第1回フェスが1日350杯、次の年450杯、今年500杯かな、ビット酒の売り上げだけで、だって酒の売り上げ分かるんで、もうみんなね計算できますけど、酒の売り上げで1日20万超えてるんです、あの箱で、頭おかしいですよね、すごい、そう、ちょっとね、これはいい事例すぎるんですけど、ね、こういう風なカルチャー作りたいってビットは今成功できて、ただビットだからうちのエナジーをアンバサダーの活動を通じて知ってる人も多いからそうなってるんですけど、まだまだです、この活動とか木山さんとかも含めて、うん、こうやって知ったけどまだ知ってないと思うんですよ、エナジーが何をやってるか知ったらめっちゃ面白いじゃんってなるじゃないですか、そうですね、で、言い方はもう考え悪いこと言えば、レッドブル、モンスター、うちのエナジー、まあ、世の中のいろんなエナジー成分がすっごい差あるわけじゃないですか、じゃあ何を飲むかってもブランディングなんですよ、あ、本当に、なんかレッドブル飲んでたらかっこいいかな、モンスター飲んでたら俺危険感感じ出せるかなとか、だからうちのを飲む人が同じぐらいレッドブルと同じぐらい増えてもいいと思うんですよ、まあ、そうなってないのが事実です、さっき言ったようにまだまだなんです、本当に県内だけレッドブルぐらい売れればマジで毎日遊んで暮らせます毎日ポケモン GO いっぱいできるし、ポケモン GO にいっぱい課金できるしいやでもそう、でもやっぱでも湘南ゴールドエナジー飲むと湘南来たなって感じがするんですよね、
それまさにうちのやっぱやりたいブランディングなんで、うん、本当にそうです。これこの前町田でライブだったじゃないですか、6月11日、はい、エナジーハイボール買ったんですね、うん、作ってもらって飲んだら、あやっぱ落ち着くなってなってしまって俺も、あ自分でも飲んではいるんですけど、やっぱ違う土地で飲むと急に安心するちなみにたまにやっぱ出張とかで何人しか湘南開けると戻ってきてすぐエナジー飲みますよね。あ、うん、なんかね、海外旅行帰って醤油食べるみたいな感覚で。ああ、そんな感じです。まあ俺本当に年間1000本ぐらい飲んでるんで飲まない2、3日すげえ嫌な、なんかすごいなんかそわそわします。へ、でも他のエナジーはちょっと 飲まないんで、県外でカフェインも足りないんで。ああ、いや、そう、そんな感じでなんかこう、なんでしょう、湘南ビット含めいろんなところでこう、なんでしょう、イベントとか、うん、いろいろ展開されてると思うんですけど、小犬さんとかは逆にその湘南ゴールドエナジーの、はい、まあ、どこに魅力を感じているというか。うん。